はい東大ですそれでは今日は人生100年計画についいいててお話をしてみたいと思いますこれから人生の寿命がですね100年時代に入って生涯現役ということが大事になってくると思うんですね。私もこの YouTube を始めて1か月足らずですけれども約30個ぐらいコンテンツを出してきて。 あと時事問題のこともやってきましたがその生涯現役系のコンテンツも結構たまってきましたのでこれまで私が出してきたコンテンツをちょっと体系的に整理して一つ一つのコンテンツがどこに位置づけられるのかというのを知っていただければより生涯現役の実践が漏れなくやれるんじゃないかと思って今日のコンテンツを取りたいと思います。 で体系的に整理するときはここに書いたようにママインドマップ思考法というのが非常に便利なわけですねだからまず中心にテーマを書いておいてそこから3つの柱を出してだいたい3ぐらいが整理しやすいですからで3つの柱のそれぞれにまた3つの枝が分かれていって333でこう整理していくというこういう体系化ですね。まあ、それで 何が必要なのかを考えたい。まあ、ちょうど今新型肺炎でですね、なるべくあんま外に出ずに家の中にいた方がいいという時期でもありますから、まあそういう家の中にいるのをこう巧妙展開して、こういう時でないとやれないということをですね、まあ、実践しておくといいんじゃないかなと思います。またこの動画をずっと後になってご覧になる方もいらっしゃるでしょうから、これは別に。 時期に関係なく一回生涯人分の人生についてですね、100年のスパンで考えてみるということがおすすめだとまあ、こう理解してくださいそれでは早速まず人生100年計画を立てるのに3つの柱が必要だというふうに思ってるんですねで分かりやすいまとめ方を今日はしたいと思いますがまず 人生100年を全うするために頭がすっきりしてないとこれは難しいわけですね。頭がボケてしまうと100年といっても生涯現役で活躍することはできませんよね。じゃあその頭をこうずっとボケずに現役でやっていくために何が必要なのかを3つ考えてみましょう。何だと思いますか 頭がずっとクリアに働くためにまず必要なのは頭の栄養素ですねだからインプットするということはどうしても必要になるわけですいろんな情報を得ていく勉強をするということですねでインプットをどん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 していく、うん、その後に じゃあ何が必要になるかというとこれはたくさん入れるだけでは収集がつかなくなりますからそれをまとめていくということが必要になりますよねで情報をたくさん取った後まとめてその後もう一つ必要なものがあるんですねこれ何だと思われますかこれが 洞察と言われるものになるわけですつまりいろんなものを勉強してそれなりに整理をした後その整理しただけだと単なる学生の勉強に過ぎませんよねでもそこからできたらなんか生産活動したいわけじゃないですか富を得たいという時に付加価値が必要で 何が付加価値かというとこのの洞察の部分なんですね。そこから私は何を考えたか何を発見したかこういうことがとっても大事になってくるわけです。だから頭をまずクリアにするためにはこの3つが必要だと思ってください。インプットしてそしてまとめてそして洞察をすると。 でそれぞれについてすでに私はコンテンツで一つずつかなり詳しく語ってます。でどこで語ってるかあとでまた復習をしていただければと思うんですけれどもインプットするやり方で一番中心になるものは何かというとこれは読書なんですね。だからまず本をどうやって読んでいくか本の読み方によって ずいぶんこのインプットすするこの質が変わってきますよねだから私はここで本の読み方こういうふうなコンテンツを取っておりますま。具体的には線を引いてそして色を変えながらもっと大事なところを絞り込んでいってさらに付箋を張ってで付箋を張った後 その一番大事なところをさらに赤で付箋に変えていって最終的にはこの赤でまとめたところを3つぐらいこの本で大事なのはこれとこれとこれというまさにマインドマップ的にこれとこれとこれがこの本の中で大事というふうなまとめ方をしましょうとまあこれが読書の本の読み方ですね。そういうふうにしていくとどんどんと質が上がってくると思います。じゃあ次に それをどうやってまとめるかですね、まあ、今ちょっともう話しちゃいましたがまとめるときに非常に力を発揮するのはこのマインドマップですねだからマインドマップ思考法とこういったコンテンツも出しておりますので またあつまりこういうふうにして体系的に全てがこの中心のテーマにつながっててそこから柱が出てそこからさらに詳しく視線が出てるけどこの視線のところは結局この本線のところにつながってくるわけだしそれはもっと大きなテーマに貢献してるんだとこういう全部つながりが分かる形でまとめるのがマインドマップなんですね。 こういう形で自分のたくさん勉強したことを整理していくというこれは使えるようになるわけなんです。でその次それを洞察するだ学生の勉強から出て社会人として何かを生算していく時のこの洞察の方法としておすすめなのが、まあ、いくつか語りましたが前回昨日語ったところの演技手工法というのがまあ代表的にお勧めしておきます。 演技思考ですねでこれはどういうものかというとなぜでで考えるわけですね、まあ、つまり何かを勉強してまとめた後常に「なぜ」で考えてください「なぜそうなんだろう」「なぜそう言えるんだろう」「なぜ」ですね。ホイの探求です「すなぜ」というものをこう考えていくとだんだん深い世界に入っていけるわけですね。それはなぜかとというと この大宇宙が演技によってできているわけですから原因結果原因結果でできているわけですからなぜって探求するのは原因を探求することになるわけですどういう成り立ちでこの世界ができているかを探求するときに原因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 で探求していくと最後に第一原因というところに行き着くわけですねまあ、それはあの創造主と言われるこういう存在がいて それがこの宇宙を作ろうとしたというところまで行くんですけどまあそれは今日ここを深くしていくことはメインテーマではないのでまあこれぐらいにしておきますがなぜなぜで探求することによって宇宙の秘密にだんだんと近づいていけるわけですその中でさまざまな洞察ができるというふうに思ってくださいそれではまあ頭がこれですっきりした後 人生100年を生涯現役で全うするために必要なものの2つ目が何かというとこれは体ですね体が弱かったらそもそも活動すすることが難しいですよねだからどうやってそういう100年まで活躍できる体をずっと作るかこれが計画の中に 入るべきですよねじゃあ体をより強くするためにはどうしたらいいのかというとこれも3つ挙げておきたいと思いますけどまず必要なものは、まあ、これは誰でも思いつくところの運動ですね、まあ、体が動かなくなったら終わりですから運動は絶対に必要それから次はああ食事ですよねこれは当然。 で3つ目は何かというとこれは睡眠です。だから強い体を作るための基礎理論はもう出来上がってて運動とそれから食事とそれから睡眠この3つを抑えていけば、まあ、ほぼ健康体を維持できるわけです。どれかのバランスが崩れてくると体が病気になってくるので、まあ、ここを抑えていくべきだということ。 でそれぞれについてポイントを一つだけ挙げていくとしたらですね運動というのはまあ私はあの歩くのが大事だと言いましたし、まあ、最後運動は歩行に行き着くと言いましたが今日はちょっと趣向,趣向を変えてですねもう一つ別の角度で言うと体は熟年になればなるほどだんだん硬くなってこの柔軟性というのが失われていきやすい。 だから柔軟運動というものを取り入れていくというのがお勧めになるんですねで、柔軟にするとき、まあ、専門的に言えばたくさんのストレッチ運動というのが出てきますけど今日はまた簡単にポイントを3つだけ挙げておくとすれば 体が硬くなるというのは大体いい体の足の裏側が硬くなるので前に曲げれなくなるんですねだからそれをやるために解消するためには前曲げですね体を前に曲げていくそれから後ろに曲げていくこれがまず最初の基本になります私も毎朝やってますけどまあ2回ぐらい2回ずつぐらいやってるっていうだけでもいいんですねだから前に曲げる 息を吐きながら曲げるとより体が緩まっていきますから息を吐きながらずーっと前に曲げてそれから後ろにぐーっと反っていくわけですねこれが一つ目それから二つ目は今度横です体の横が硬くなってきますから横にずーっと両足は踏ん張って立ったままですね横にずーっと行って首はこの上の方の手の方を見ていく。 これが左右でやっていきます。これが2つ目横曲げですね。それからもう1つはねじりです。だ,だんだん体がねじりにくくなるはずなんですね。だからねじるためには今やって横と同じように手を横に広げてから右手で左足の先を触りに行きます。で首は上げてるの方の手を見る。 ここでで首もねねじれるわけです、ね、で下がって今度左手で右足のつま先を触りに行ってで上がった右手の方をまた見るこういう形で体の各部がねじれていきます。だから前後横ねじりまあ今日はこの簡単に3つだけ申し上げておきますけどこれを毎朝起きた後必ず日課にすることがおすすめです。 私も毎朝必ずこれをやってると体の調子が非常にこう、うん、なんかこう調整が効くし油を刺したみたいにですね動きやすくなるし一日やらないと気持ち悪くなりますからそういうふうに習慣化することがおすすめです,柔軟運動ですねそれから食に関しては、まあ、これも以前言いましたけど、まあ、栄養のバランスとかっていうのはね、まあ、各自勉強してもらったらいいとして。 現代人は食べ過ぎててそしてメタボになるここで寿命を縮めたりあるいは年を老けていったりするわけですからだから、まあ、とにかく接触ですねで、えー、もっと言うと夜の8時以降食べない夕食を食べたらその後はもう食べないこれを習慣化することがおすすめでこれやってるだけで基本的に体重そんなに増えませんので。 ま簡単に言えばですけどねだからとにかく夜食べることで太っていきやすいというのが一番のがんになりますから,から夜とにかく夕食を食べたらその後とはまあお茶とかね水は飲んでいいですけどもカロリーのあるものはもう飲んだり食べたりしないだからコーラとかねこういうジュースとかも飲まないお茶とか、まあ、コーヒーはあんまり飲むと寝れなくなりますからおすすめしませんので。 お茶水こういったものはいいですけどあとは何か食べないスナック類も食べないということですねこれがおすすめになります接触ですね接触というと抽象的なんでもう具体的に言ってしまえば20時以降食べないと20時以降食べないというだけでも十分食について健康になっていくというふうに思います それから3つ目の睡眠ですけど、まあ、睡眠はですね、えーまあ、あのよく寝ると時に、まあえて言えばですねそういうよく寝れるような環境を作っておくということが大事で、まあ、一番のおすすめはですね自分で自宅で稼げるようになると通勤したりする必要がなくなって自分のペースで生活ができますから。 そしたら寝るのも非常に睡眠というのは、ね、寝たいだけ寝れるようになるわけですね。まあそういうふうに環境を整えていくということがおすすめです。まあここはあえて書きませんけど、まあ、睡眠ということをよくとるようにすると。それからいよいよ3つ目の大きな柱ですけどこれが何かというとこれが心ですね。頭と体とそれから心。 というのはあの世に持って帰れるのは心だけという心理がありますので頭はいくら良くても体はいくら強くてもこれはあの世に帰る時には置いていかなきゃいけないですけど心だけはあの世に持って帰れるとだから心のとこれは話し始めたら長いので今日は簡単にだけ説明しておきますと心で大事なのは霊的な人生観なんですね。 簡単に言ってしまえばあの世があって神様がいらっしゃるということを受け入れるということですだあの世がないと思ったらですね、まあ、この世で全てが終わるとなれば別に100年まで頑張って人生の晩年でで努力しなななくてもいいっていう,ふうになるはずなんですね。あの世があるからこの世での努力が無駄にならないのでだから晩年になってもこういう計画が必要になってくると。 あの世があるから全世界にこの各国で歴史的にずっと宗教があってこれはあの世のことがなかったら意味がないことなんでまあそういうことであの世を受け入れてであの世があるということはそれを作られた神様もいらっしゃるということなんでまあこの霊的人生観というものを受け入れる今日はまずそこのポイントだけ申し上げておきたいと思います。それから2つ目に 心でで必要なものはですねこれはまあ私がよく言ってるところの精神を挙げておきたいいと思います私はできるぞっていうこういうポジティブな気持ちですね。でこれ何で必要かというと生涯現役を続けるためにはパッションが必要ですよね。チャレンジしなかったら現役はれないですから。だからとにかくアイキャン精神でもってですね これで自分を鼓こ舞こしておく積極的な気持ちを作っておく潜在意識に入れておくということが大事それから3つ目に必要なものは反省を上げておきたいいと思いますまあ心に必要なものはたくさんあるんですけどあえて3つに絞って分かりやすく言えば反省というこういうふうに理解してください。なんで反省が必要かとというと 心も固くなるからです、ね、だからアイキャン精神ですごく積極的に生きていってもいいんですけどそれだけだとさっき言った体と同じように心が硬くなって頑固になっちゃって結局それでうまくいかなくなりますから常に柔軟であるために心の錆落としをしをておく必要があるわけですねだからまあ反省が必要。なんで、えー、まあアイキャン精神のところはですね私のコンテンツで言えば。 パッション、人生にはパッションが大事だという話をしてますのでそういうことを学び直していただければと思います。まあ、ということで、えー、人生100年の時代に整理すれば頭と体と心この3つをこの鍛えていくべく努力をしていく計画を持ってほしいと。 ということになりますねで、えー、この頭と体と心のこの3つを常にリファインしながら私のこのコンテンツで言うとこういう形でたくさんのコンテンツは全部全てこの生涯現役に体系的に整理されてますのでこういったものを学びながらですね一つずつこの柱を立てていってくださいと。 いうののが今日の結論になります、まあ、つまり私がたくさんいろんなコンテンツを出してますけど全ては一つの大きな目的生涯現役に向けてコンテンツを出しているつもりですので、まあ、そういうまとめ方をしてそして自分の実践に役立ててみてください。今日は以上ですありがとうございました